ジャック・マルタン・オトテールは、フランス正規バロック音楽の作曲家、フルート奏者。パリの管楽器職人の家庭に生まれ、パリに没した喫水のパリジャンである。名前は単にジャック・オトテールとも呼ばれ、またローマ留学をしたことから、オトテールル・ロマンという愛称でも知られている。1705年に、宮廷楽団、グランデ・キュリーの一員となった。オトテールの名声は、 ほとんどフルート演奏の能力によっており、この楽器のためにオトテールが作曲したたくさんの楽曲はレパートリーをかなり押し広げた。オトテールはファゴットやミュゼットの演奏も得意とした。オトテールはフラウトトラベルソの設計に数々の変更を付け加えた。最も重要なのはフルートを三つの部分に分け、頭部、胴体、脚部としたことである。このような分割は、 現代式フルートにも受け継がれている。オトテールはバロックオーボエの改造にも寄与し、ジャンバティスト・リュリア、ヘンリー・パーセルの還元楽曲でオーボエが活用されるきっかけを作った。オトテールはマルタン・オトテールとマリー・クレスピーの息子としてパリで生まれた。1七百四年頃、ジャック・マルタン・オトテールはいとこのジャックの後任として、宮廷のバスで方ー遺体でビオロンの職に就いた。 ありがとうございます。